皆さんこんにちは、ケントと申します。今回はちょっとガチ勢向きのミュウツーの吹きの距離を伸ばす方法を1分で解説します。まず普通のミュウツーのテレポーテーションって大ジャンプからこういう風に斜め前にテレポートした場合、まあ、吹き距離はまあ3ぐらいですかね、このメモリで言うと。ただしこういう時ってジャンプがない場合とかで崖にギリギリ届かないっていうパターンが多いと思います。そういう場合は連力をしてみてください。連力は対空してからすぐに技を出せるという点や、横にちょっと慣性が乗るんですよね。この慣性が乗ることによって復帰距離が一気に伸びます。自分が使っているミュウツーが復帰するときに、あ、ジャンプがないなと思ったときは落ち着いて連力を出してからテレポーテーションをすると崖に掴んだり復帰距離が伸びたりするので、ぜひやってみてください。実践としてはこんな感じです。連力は様々なテクニックがあって、空中で使ったり地上で使ったり、いろんな技に派生することができたりとかして、とても強いのでぜひ念力を使いこなしてみてください。以上、復帰距離を伸ばすちっちゃいテクニックでした。よかったらチャンネル登録または高評価お願いいたします。